アルターマンです。以前ご紹介した、クラウンの、18金のエアコキ、M29、ここのピストンの、ところが欠けた件ですが、クラウンさんに電話をして、パーツを、取り寄せました。一応あの支払いは切手でいいということだったので、340円分の切手を送って、なんだ、部品代とそれから郵送代込みで340円ですね、それが、届きました。まあ、一応あの金曜日に送って、で翌週の、土曜日に到着してます。まあちょっと1週間ぐらいはかかったという感じですね。はい、中はこんな感じで、一応この部品だということは言ってあったんですが、もうなんかこのピストンのところ丸ごと送ってきてくれましたね。こっちだったのか。はい。まあここのパーツだけ変えればいいと思うんですけども、なんかデンター変えると。めんどくさそうだし、まあ、あのまた何かの時に壊れた時用に取っておきます。はい、それでは、早速、なんか形が合わないってことはないだろうな。はい、これで、こっちか、組み立てていきたいと思います。
ているはず。高くしないとサイトが合わないんですが、あんまり高くしすぎるとこのネジが緩んで飛ぶんですよね。よし、直った。じゃあちょっと試写してみます。念のため弾速も測ってみます。以前の動画で投稿した時は確か、まあ、34ぐらいだった気がしますが、どうなってますでしょうか。 44.8。44.3。45.8。32.5。44.1。45.4。ああ、なんか前回に測った時に比べて弾速上がりましたね。なんかピストンを変えたのが良かったんでしょうか。いや、まあ、修理して良かったです。おまけです。前回紹介した、電子ターゲットですが、ここ見ると点数2桁しかないんですよね。じゃあこの、10点のところに、10発命中させたらどうなるかというのをちょっとね、興味ありますよね。ちょっとやってみます。さあ10発目。99。PF、パーフェクト。あ、そういうことか。なるほど。
はい、ということでした。